皆さん、こんばんは。霞グラブのお時間です。今日は珍しいハイボールを見つけました。こちら、じゃーん。カバランドライシングルモルトハイボール。何なのかというところをまず紹介いたします。カバランバーカクテルドライシングルモルトハイボールは、カバランクラシックシングルモルトウィスキーとソーダだけで作った本格派のハイボールです。シングルモルトウィスキー原酒がもたらす熟成のコクとフルーティーな風味のバランスのいい味わいが特徴のウィスキーソーダです。へぇー。そうですか。で、ちょっとネットで書いてある概要としては、カバランは台湾にある蒸留所でトロピカルフルーツの味わいで人気の銘柄ですね。なんといっても国際的な品評会で高い評価を受け、ウイスキー作りでは珍しい亜熱帯地域ながら、その特徴を活かし、半熟でも長期熟成に負けない熟成感があります。香り、味わい、飲み応えのどれをとっても一級品です。すごい評価めっちゃ高いですね。この人は。香りは爽やかなコチョウランの香りと、魅惑的なフルーツの香りが豊かに香ります。ほのかに、蜂蜜、マンゴー、洋梨、バニラ、ココナッツの風味、味わいはマンゴーの甘みと、オークタルでの熟成により、生成した複雑な香辛料の風味が特徴です。柔らか、綿密で、滑らかな口当たり。あ？いろいろ出てきたよ。コチョウラン、フルーツ、蜂蜜、マンゴー、洋梨、バニラ、ココナッツ、味わいはマンゴー。なんでもいいやん、もう。トロピカルってこと言いたいんだね。こちらは 320ml で、アルコール度数は 6%。若干低め。ライトユーザー向けと書いてあります。だからのがいっぱいあって、よくわかんないけど、結局、どんな味なのかっていう。乾杯。すごい、香りはする。これがコチョウランなのかな？ウイスキーの香りだな、別に。魅惑的なフルーツの香り、香らないですね。飲んでみましょう。いただきます。乾杯。後味になんか感じるけど、それが何なのかわかんない。なんか、あんだけ散々言っといて、特に特徴的な味はしないです。うん、飲みやすいって感じ。あのね、ちょっと言わせてもらうけど、すごい。蜂蜜、マンゴー、洋梨、バニラ、ココナッツの風味がします。味わいはマンゴーです。とか言うユーザーがいたら、まあ、エセですね。私の味覚がおかしいのかな？ハイボールだから感じづらい。ストレートだと感じるのか。あ、でも、何回か飲んできて、やっと甘みがあるかも。私は飲めてないかもしれんな。味覚がぐってか。私が商品紹介なんかする立場ないかもしれない。すいません。さっきエセとか言ってたけど、すいません。私でした。悪い。330円くらいで買ったんですけど、トリスとカック、ジムビームとは味が違うから、いいんじゃない？まあいい、まあいいんじゃない ?330 円。結構好きかも、私。なんか甘みが出てきたよ。何回か飲んでると甘さ出てきてる。結構私は好きかな。なんかシンガポールとかに売ってそうだよね。嫌いじゃないね。すごいよ。エネルギー 33kcal。タンパク質、脂質、炭水化物、糖質、食塩、相当量、全部 0g か。エネルギーだけ取れるっていう。すごくない？これ飲んでエネルギー33取れてさ、他ゼロってことさ、レッドブルーよりいいんじゃない？これ。翼授けるし。特にすごい、これといってすごくコメントはない。うん。美味しい。美味しかった。飲みやすいし、ちょっと甘めだから、癖の強いのが苦手っていう人には、いいかもしれない。私が知らないだけなのかもしれないけど、認知度は低いんじゃないかなってちょっと思います。割と飲みやすいから、もっともっといろんなお店に置いてね、いいと思う。で、ぜひね、皆さんも、買ってみてください。はい。チャンネル登録、コメント、お待ちしております。バイバーイ。